どうもこんにちは。僕は今柏原神宮前駅の方に来ています。今日はですね、この柏原神宮前からではないんですけども、とあるですね、ちょっと特別な日の鳥号の方に乗りたいと思います。どう特別なんだよっていう感じなんですけども、日の鳥号って基本的にですね、大阪の鶴橋を出ますと次津までね、三重県の津まで止まらないんですけども、このね、柏原神宮前から普通列車でね、2駅北に行った大和八木駅にですね、泊まる火の鳥ってのが1日に何本か設定されています。ちょっとですね、レアなんですね。ということで今日はね、そんなちょっとレアな火の鳥に乗ってきたってことで動画の方やっていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。でちょっとそのね、レアな火の鳥号の切符の方早速ね、購入していきます。いやにしても大和八木に火の鳥が泊まるって非常に、ね、便利ですよね。大和八木に泊まることによって今いるこの橿原神宮前だったり、ちょっと北のですね、京都の方にもね、火の鳥を使っていくことができます。普通はね、大和八木火の鳥号止まらないんでね、普通にアーバンライナーを使うしかありません。ですがね、アーバンライナー乗ってもいいんですけど、アーバンライナーちょっとね、古臭くてね、僕あんまり好きじゃないんですよね。火の鳥の方が僕は好きです。特急券購入してきました。大和八木からですね、近鉄名古屋まではだいたい1時間半ぐらいですかね。でこちら火の鳥ってことで、火の鳥のマークがついていて、火の鳥の特別車両料金も取られています。まあ言うて200円ですけどね。しかし火の鳥はその200円に、ね、見合ったね、快適さの座席を持っています。こちらに乗って大和八木まで、大和八木まではたったの2駅近いですね。ということでね、大和八木駅の方着きました。ここでね、本日の本題である火の鳥号の方に乗り換えます。乗り換え時間はね、たったの6分です。大和八木駅のね、地上ホームに着きました。しかしね、特急列車出るのは上なんでね、上のホームの方へ移動します。おお、来ました来ました、火の鳥、真っ赤なボディですよ。いやーいいですね。本当鳥みたいな見た目してます。かっこいい火の鳥のマーク。今日はね、レギュラーシートなんで1号車ではなく2号車の方に乗車します。ちょっとね、客室に入る前にこの火の鳥のちょっとラウンジみたいなところにやってきました。ちょっと疲れたんで座席に行く前にちょっと休憩といった感じです。で行ったらね、扉が閉まったんで列車出発するところですね。次に泊まる駅はね、津です。逆に言うと名古屋まで津しか泊まんないんですよね、これ。いやー便利。普通のね、アーバンライナーだと途中なんか白子とか四日市とか泊まるんですけどね、全くないんでね。ということでね、車内に入りました。これからね、名古屋まで快適なね、旅の方楽しんでいこうと思います。自分のね、座席に人がいてちょっと寝てたんでね、起こすのもちょっとめんどくさかったので、一つ後ろの席の方に行きました。いやー、それにしてもね、ほんとこれ火の鳥ね、快適すぎます。手始めね、ちょっとリクライニング倒します。しかもこれね、前の方に少しずれるんですよね、マジで良すぎ。さらにね、これバックシェルもついてるので倒し放題です。こんな感じで前に出てるんですよね。いやー、いいねこれ。それからですね、足置き、こちらですがね、靴を脱いで足を置くことができます。しかもね、ちょっとこれ不便なんですけども、これ高さ変えることできるんですよね。これは便利です。不便でもありません。これ追加料金200円も安すぎますよ。ついて机、これずっしりとした机なんですね。これ分厚くてね、でしかもこれ手前に引っ張ることができます。いいっすねこれ。でね、そんなことをね言って興奮していたらね、大和八木を出てかなりの時間が経ちました。山がだいぶ近づいてきましたね。ここからね、山越え区間です。山に入りました。
この辺りは、ね、山が非常に険しくトンネルが多くなっています。そしてこの山の奥の方ということで平地が少なく斜面に建物が建っています。そして少ないね平地には畑などがありましたね。先ほどもね言ったように次の停車駅は津です。津ってね一文字なのすごいですよね。一文字の街ってなかなかありませんよ。あとハングル文字だと津ってなんか笑ってるように見えますね。列車は一山越えて名張の町に入ってきました。名張はかなり大きい町でアーバンライナーは全列車止まります。しかし今乗っているこの日の鳥はね大和八木には止まりますが名張駅はねこちらこんな感じでね通過していきます。いいですね、気持ちいいですね。名張を出ますと再び山越えです。この山は鈴鹿山脈でここをね抜けると海側の平野伊勢中川に出てくることになります。ってことでね山を駆け下りて伊勢中川までやってきました。ここの短絡線を通り今までいた近鉄大阪線から近鉄名古屋線へと入ります。この短絡線があることによって奥にちょっとねちらっと見えているんですけども伊勢中川駅でのスイッチバックが不要となっています。現在時刻はね17時半過ぎということで外はもうだいぶ暗くなってきましたね。まあ、名古屋に着く頃にはもう真っ暗になっていそうです。伊勢中川を過ぎると列車はねすぐに津に着きます。先ほど乗った大和八木ぶりの停車ですね。そして次はね終点の名古屋です。津まで来ればもうね終点の名古屋は目と鼻の先の距離ですね。だいたい多分40分ぐらいで着いてしまいます。それにしても非常に快適ですね。日の鳥号レギュラーシートですがアーバンライナーのデラックスよりも正直僕は快適だと思います。 JR 東日本の普通列車グリーン車にも全然いいです。この座席快適すぎてねもうすぐ終点の名古屋ついちゃうんですね。もう体感時間がねもう全く違いますね普通の列車と。火の鳥最高です。列車はね木曽川を渡ります。この木曽川を渡るとねいよいよ三重県から愛知県へと入ります。愛知県に入ればねおおよそ10分程度で終点である名古屋に着きます。火の鳥の最高速度は130キロということで大和八木からね名古屋って結構ね距離があるんですけども新年ね距離を感じないようになっています。もうほんと早いわ。名古屋駅の直前で列車はね地下トンネルへと入ります。地下トンネルにね入るとすぐに終点の名古屋駅の方到着です。ということでね着きましたね終点の近鉄名古屋駅です。大和八木からの約1時間半の旅はここでおしまい。隣のホームにはねアーバンライナーが止まっていました。火の鳥の1世代前の車両ですね。現在は名阪の落ち特急として運転されています。ってことで着きましたね名古屋。いやー途中駅はね津だけなんで早いね、ほんと早い。アーバンライナー右に止まってますけどねあれに乗るとめっちゃ時間かかりますからね。アーバンライナーどこか、あ、ちょうど出てくるところですね。いや圧倒的に火の鳥がね楽ですわ、快適ですし。いやーほんと火の鳥あれ200円しかねアーバンライナーと変わんないってすごいよ。うん、今回ね乗りました大和八木に泊まるね非常にレアな火の鳥号。いやーほんと便利。うん、京都とかね橿原神宮からでもね実際火の鳥に乗れるようなもんですからね。ほんとこれレアなんで1日6本ぐらいしかないんですよね。なんでもうちょっとねこれ増やしてもいいんじゃないのかなと思います。半分ぐらい止めていいんじゃないのって思いますね。はい、それではね、この辺りで動画の終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。